はい、皆様こんにちは、なりわでございます。もう早いもので、今日で7月の3日でございます。本当この半年間何をしてたんでしょうかっていうぐらい、あっという間にね、過ぎてしまいましたけれど、はい、本日は、7月の3日ということで、今月からあと2023年の後半、まあ、マイペースではありますけれど、私らしくぼちぼちと頑張っていこうと思っております。では早速ちょっと購入品のね、紹介をさせていただきます。実はですね、先日娘がね、あのワークマンでね、T シャツを買ってまして、それがあの虫よけ機能がついていて、しかもとってもね着やすそうだったので、私も同じものが欲しくなって買ってきました。今はもう着てるんですけれど、このお色、はい、これともう一色色違いで、もうねすでに着ちゃったんですね。はい、こちらのお色ですね。これたまたま M 寸がなくて L サイズだったんですが、でも問題なく L でも着れましたね。今あの着ているのは M でございますね。はい、でこれのデザインですけれど、こちらでお見せしようかな。これもお洗濯しようと思ってね、洗濯物の中入れてたらちょっとくちゃくちゃになってますけれど、ね、前はここに、切り替えがありまして、そして着てるので説明した方がいいでしょうかね。前身ごろのところにここにね切り替えがありまして、そしてこう脇のところですね、脇のところにもなんか切り替えが入っておりまして、両脇ですね。そしてこうポッケがですね、結構大きなポッケがついてました。ここでねボタンがこうポッとね止めるようになってるんですね。だからワンちゃんのお散歩の時に欲しいということだったんですね、娘がね。あの虫よけになる、虫に噛まれるのでそれが嫌だということでね、それでこの T シャツが欲しいということで、わざわざワークマンに出向きまして、購入したのが、あの着ているのを見てよかったんですね。長さもちょうどお尻がね、ちょっとこう隠れるぐらいの丈感で、なんか袖丈もねここまであって、私あのこの肘のところまであるね T シャツが好きなんですよね。なので、これいいなと思いまして、あの2枚購入したんですが、もう2枚ぐらい欲しいかなと思っております。実はこれ1着980円でございました。で物がいいんですよね。980円とは思えないような、いい感じで、あの 着心地抜群にいいですね。着ていて気持ちがいいし、しかも私も虫に刺されやすいので、虫よけ機能がついてる T シャツということでね、それでこちらのグリーンと、先ほどお見せしましたこれブルーと言いますかね、ブルーの色と2色購入しました。他にはねベージュもあったかな、それとオレンジと白がありました。はい、もう一着ね、この色と白もいいかな、どうだろう、まあ、ちょっとねあと2枚ぐらい欲しいですね。あの着心地がすごくいいので、お家にいる時、お散歩の時とかね、気軽に出かける時にこういった格好、今の時間も暑いですからね、もう暑い時は T シャツに限りますね。だから定番のようなお洋服にしてね、これ毎日着れたらいいなと思っております。はい、それともう一つ、先日たまたま QVC さんを拝見してた時に、あ、こんなバッグがあったのっていう感じで、はい、早速ね、購入いたしました。しかもねめっちゃお安かったんです。こんなお値段で売ってるのという、もうねすでにちょっと確認のためにね、あの開けておりますけれど、中身はまだちょっとね一応ね、はい、納品書と、はい、このような感じでね、はい、キプリングさんのねバッグを、トートバッグなんですよ、なんと
トートバッグ、まあね、キプリングさん今までもいろいろ出していられたんですが、これはちょっと見たことがなかったので、あ、これすごくいいと思ったんですね。はい、黒で、あ、これこっち側ですね。はい、こんな感じでしょうか。後ろは何もないですね。単なるここベルトが飾りでついてるだけで、でここにファスナーがあってね、こちらもそんなに大きいあれじゃない、でも結構下までね、下までここまでここまでねありますからね、使えますよね。スマホを入れたりとか急遽取り出したいものね、で旅行の時なんかもいいかなとか思ったりして、はい、で中がちょっとグレーの色になっておりまして、内ポケットはわりかし大きめのこのような、はい、大きめの内ポケットがねついておりますね。はい、でこれ A4 サイズがね軽々と入るということでしたね。はい、だからこれね通勤バッグにいいかなと思ったんですね。もういろいろ持ちたくないんですよね。最近ショルダーとセカンドのなんだっけな、あのトートちっちゃなトートバッグを持ったりしてるんですけど、もう一つに済ませたいのでちょっとね、これでここに、まあはい、いつものゴリラちゃんがね、ゴリラちゃんがついておりますけれど、まあ、これぐらいのチャームだったら、まあ、ついてていいでしょう。モフモフのね、こうまん丸い、あれはちょっと私いらないのですぐ外しちゃうんですけれど、まあこれぐらいだったらいいかなと思いましてね、つけておきましょう。はい、ということでね、キプリングのねいいところ、ファスナーがめちゃくちゃ軽いんですね。しっかりしかも閉まって、壊れにくい。キプリングのバッグって機能的で汚れにくいで、いつまでも長持ち擦り切れない、もうすごい丈夫なんですね。でお値段もそれなりにお安くて、そんな高いものじゃないんですよね。これもともとのお値段はおいくらかちょっと分かりませんけれど、私が購入したお値段はですよ、なんとなんとなんとですよ、はい、4998円でございました。まあ、送料がね660円かかってるので5658円ということで購入させていただきました。これはもうキャンセル待ちだったんですが、運よく購入できまして、もうすごい嬉しいですね。お喜びでございます。はい、あ、それとこちらはですね、T シャツについてる襟とかではなくって、私首を出すとこうね日に焼けるのが嫌で、ネックウォーマー、レースのね、いつもしてる黒のレースのネックウォーマーをつけております。で先日ね、デパート、伊勢丹デパートで、グレーっぽい白っぽいねレースと、それから紺色のネックウォーマーをね2本買いました。なかなかこういったタイプね見つからなかったんですね。これ前高島屋さんで買ったんですが、それからいくら探してもこれと同じようなネックウォーマーがなくって、これすごく出しましょうかねこんな感じでね、中を結構こんな感じで、ちょっとなんか違ったもん着たような感じになりますでしょうこう出して歩いても別に構わないんですけど、私はいつもお洋服のね中にしまってちょっとお襟のような感じで利用させていただいております。はい、これね今後ね、使いたいと思います。早速今のバッグの中に入ってる中身をこちらに移して、明日仕事ですので、早速ね、ちょっとこれをね使ってみたいと思っております。はい嬉しいですね、イヒヒなんちゃってこんなバッグがあってですね、よくもう今はないんですけど、高島屋さんの1階の入り口入ったところにね、キプリングさんがあったので、よくね拝見させていただいてたんですけど、これは見かけなかったですね。なので、
まあこれ買えて購入できてよかったです。キャンセル待ちでね、前パジャマをキャンセル待ちで購入したんですけど、それはもうキャンセルが出なかったので残念ながら手に入りませんでしたけれど、こちらは無事に、こちらは無事に私の手元に届きました。ショルダーではなく珍しくトートなんですけれど、こんな風にねかけて、こういった感じで物を入れればね、ちょっとふっくらとした感じなので、なんか入れてみましょうかね。実感がつかめないですよね。なんかあとここら辺にある袋でも入れてみようかな。こういったものとかくちゃくちゃにして、ちょっと膨らみを出してね入れてみましょうかね。で、まあ上はこうファスナーをしてもしなくてもいいでしょうけど、安全のためにはねちゃんとファスナーをかけて、はいはい、こんな感じですね。いかがでしょうか。はい、軽いんですね。めっちゃ軽いです、ね、これはなんかこう飾りでしょうかね。ちょっとなんだろう、あ、一応外すことはできて、あ、ここは閉めることは別にできないんですね。単なるお飾りですね単なるお飾りですね。はい、調節ができて、ここがくちゅっとこうなるのかと思ったんですけど、そうではないみたいな、まあ、ちょっとアクセントっていう感じでしょうかね。はい、こんな感じでございます。はい、はい、ということで明日からはこのバッグ愛用していきたいと思っております。もうこのね1個でね行動したいんですよね。バッグ1つで、よく私ぐらいの年代の方を拝見してますと、デイバッグをしようって、しかもショルダーも持って、しかももう一つ持ってらっしゃる、何が入ってるのすごい不思議ですね。そんなにたくさん持って移動することってあるんですかね。なんか全財産持って歩いてらっしゃるんでしょうか、わかりませんけれど、まあ、ということで、ね、今回は私 の、 商品コーナー、商品を購入した紹介をさせていただきました。久々にねバッグを購入しましたので、これ軽い、めっちゃ軽いですね、なのでね、お荷物入れてもそんなに重くなることはないと思います。私もともとが少ないですから、そうですね、お財布、スマホ、それと携帯用の傘、そして最近はちょっと汗拭きシートみたいなウェットティッシュ、ハンカチ、ティッシュ、あと何でしょう、あと何でしょうかね、まあそれぐらいでしょうかね。あとは小細かいものをちょこっと、ね、持参しておりますけれど、まあ、まあ全部これでいけると思います。そんなに重くならないので身軽にね行動できて、しかもこれ収納するとこがそんなにたくさんありませんので、表と中と中の、サイドポケ、内ポケットぐらいしかありませんので、さっと取り出せますよね、なので、今後はこちらをせいぜい使って、行きたいと思います。まあね、キプリングさんのバッグっていうのはどうしてこんなに丈夫なんでしょうか。もう嫌になるぐらい丈夫なんですね。嫌になるっていうのはちょっと変ですけどね、本当にそうなんですね、なので大好きでございます。最近はバッグ といえばキプリング もしくはワッチフィールドさんで購入することがね、そんなに多くはないですけど、どちらかで購入するように最近はしておりますね、ということで本日はこちらのキプリングさんのトートバッグと、それからワークマンさんで購入した、これはねネックウォーマーですから、ちょっとねしまいたいと思いますはい、ワークマンさんで購入した
あ、虫除け機能がついた T シャツ、お散歩なんかもってこいですね。お袖がここ肘まであるので、しかも丈はお尻がちょうど隠れるぐらいの長さなので、着ててこうストッとしてますから涼しいですし、でしかも大きなねサイドのポケットがありますから、あ、そちらにお部屋の鍵とかスマホとかちょっとポッケに入れてお散歩に出かけることもできますよね。ワンちゃん連れてね、荷物がたくさんあると大変ですからね、だから娘が これが欲しいということで一緒に見に行って、あの娘が購入したの着ているのを見てね、あ、これすごくいいねっていう感じで、で私もあの色違いでね購入いたしました。これからもうあと2着欲しいと思っておりますということで、皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。